はい、現役社長が年金をもらわないとどうなるかというご質問をいただいたので、回答をしたいんですけれども、これは現役でですね、60歳以上の社長様の場合で、特別支給の老齢厚生年金、あるいは老齢厚生年金の年金の受給権を発生して、結構もらえる権利はあるんだけれども、報酬が高いので年金が支給停止になるといった情報をね、お知りになられて、でもう結局もらえないんだったら年金も請求しないと言ってほっぱらかしているという方がですね、結構いらっしゃるんですよね。で、年金もらわないとまま放っておいたらどうなるのかということで、よくご相談いただくんですけれどもね、中にこの後からもらえるようになるのかというのはですね、まとめてもらえるっていうふうに思ってらっしゃる方が多いですね。で、これは、年金今支給停止になっている部分は後からまとめては絶対にもらえませんのでね、もらわないともらわないままということになります。現在支給停止になっている年金はね、もらわないともらわないままになります。で、もしその老齢厚生年金を報酬が年収が高くても受けたいという場合は、報酬の支払い方をね、少し工夫をする必要があります。そうすることによって65歳以降の経営者の方だったら、老齢厚生年金は場合によって全額受けられることも可能になります。60歳代前半でしたらね、通常全額というのは難しいケースが多いですけれども、ある程度ね、受けられるようにはなります。ご関心ございましたらお問い合わせください。